M1 はロンドンからリーズへ至るイングランドを南北に走る高速道路。リーズ郊外の W ・エイバーフォード付近で A1 に接続する。英国初の都市間高速道路として1959年に開通した。世界的には1920年代初頭に高速道路の建設が始まり、イタリアではムッソリーニ首相の命を受けアウトストラーダを ドイツでは1921年にヒトラーの下でナチスがアウトバーンをそれぞれ建設した。イギリスでも第二次世界大戦以前より高速道路網の整備に向けた計画が存在していた。1923年、モンタギュー卿はロンドンとバーミンガムを結ぶ高速道路のような道路を建設する会社を設立したが、これは1949年特殊道路法が 成立する26年も前のことで、東海道路は限られた乗り物しか通行できなかった。1950年代にようやく英国政府が主体となって、前述の法律に基づく最初の高速道路の建設に着手した。最初の区間はランカシャーのプレストンにあるプレストンバイパスで1958年に開通した。M1 は、 イギリス初のフル規格の高速道路として1959年に開通した。モーターウェイの最初の区間は、現行の5番ジャンクションから18番ジャンクションまでの区間で支線となる M10 と M45 の2路線とともに、1959年11月2日に開通した。ハートフォードシャー州内の一部区間は蒸気ローラーを用いて建設された。 M1 の開通式は公式には、スリップエンド村で挙行され、ロンドン、ヨークシャーモーターウェイ、ディスラブワズシールドバイザー RT ティホン・ハロルド、ワトキンソン MP ミニスター・オブ・トランスポート、イナウグラチオンデー、ニフォースマーチ1958と名告された、大きなコンクリートの板とともに、村と隣り合う橋の上で祝われた。この名盤は2007年8月の拡張工事の際に、撤去された。 M1 の遠く間は、その大部分が北西方向へ伸びる英語のルートと並行している。南東方向へ伸びて A1 に接続して英語へと至るワトフォードバイパスを起点とする。M1 から分岐している視線の M10 とは北部環状道路で接続しており、さらにこの環状道は英語及び A6 に接続している。1959年に 最初の区間がすべて開通したが、二つの区間に分けて建設された。10番から18番ジャンクションまでの北側の区間は、ジョンライング、南側区間のストリート、オールバンズバイパスは、トマックコンストラクションがそれぞれ工事を受け持った。ありがとうございます。